日は大根おろしの一番湯を作ります。はい、では用意するものは大根、はい、おろしてください。はい、大根おろします。これは二日酔いやちょっと胃腸の悪い時など、あと便秘気味な時とか、そういう時、あと痩せたい人とかにもいいです。これからのシーズン、お酒を飲む機会が増えるからいいですね。そうですね、皆さんね、ビールお好きでしょうし、はい、これはまあ朝のスープとして飲んだり、夜とお酒飲んだ後とかにいいですね。なるほど。でも小腹が空いてるよって時はこれをご飯の上にかけてお茶漬けみたいにしてもいいです。はい、落としましたね。はい、落としました。はい、ではもうこれはこれもし大根の汁も一緒に入れてくださいね。はい、酵素があるので消化酵素は体に必要ですからね。はい、はい、次は生姜です。はい、生姜をおろします。はい、生姜おろします。はい、ではこれにかき醤油を入れます。はい、生姜をおろせました。なんなら出汁も入れていいです。はい、なるほど、醤油と出汁ですね、うん、そう、醤油だけでもいい。はい、はい、では生姜を入れてください。はい、じゃあ生姜入れます。うん、生姜も絞らずそのままでいいですね、うん、はい、はい、そしたらお湯を入れますね。お湯を入れます。はい、第一大根湯の出来上がりになります。